皆さん、強い揺れに警戒してください。石川県内を中心に激しい揺れを観測しています。揺れが続いている地域の皆さん、慌てずに怪我をしないように、皆さんご自身の身を守ってください。身の安全を守ってください。石川県と富山県に緊急地震、突然、テレビ見てた子どもたちが、お父さん地震だよということで、書き込んできたと。ですぐにテレビ見に行くと、昨年の5月の地震の時に支援に行った珠洲市がですね、映っていて、家が崩れていくのが見えたと。これはとんでもないことになったというふうにすぐ思いました。発災から約24時間ぐらいその時経ってたわけですけども、最初に来た支援者が我々だったということで、先生たち来てくれたらもうなんか涙が出たって言われてですね、でも僕たちも、とにかくお一人でも多くの人を助けようとその時思いました。こうして走らせた陸上部隊ももう着いたから、この数字入って病院にヘルプに入って、病院は病院でかなり混乱した様子ではあったんですけど、避難所からどんどんお患者さん来るということで、何個飲んどるんですか？血圧やら、本当にまだ混乱してますね。電気も水もトイレも何もないから、沿岸部、海側の方ですね、まだ閉じ込められている方がいらっしゃるということなので、そこへ入ります。救助犬入ります。はい、お願いします。この次の河原のこの下だったり向こう側だったりっていうのに鼻をこうガッと突っ込むような、はい、死亡確認しました。はい、残念ですけど、はい、お母さん今行きますよ、ちょっと待ってね。じゃあ、足の先も全部動く、ね、ナイス、OK、 1,2,3 大丈夫、大丈夫、よし、はい、行こう。お母さんもうちょっと、頑張るよお母さん、ラスコさん頑張るよ、頑張るよ、頑張るよ。オッケー、頭骨も触れます。じゃあ搬送開始。警察、消防、医療の6つの連携でしたけど、全員が頑張れ頑張れ頑張れ、あとちょっとって言って、すごいちょっと熱くなりましたね。また車が止まったらヘリポートに乗り換えますね。ちょっとびっくりしないでね、一緒についてるからね。オーティスインズのヘリコプターも民間ヘリとドクターヘリの連携ということで、両方使って患者搬送もできてます。それ自体も日本では初めてのことで、世界的に見ても実は珍しいと思うんですけど、これも非常に意義があると思ってます。近づいてきましたね。いや本当なんか嬉しいよね。海は間違いなく日本列島をぐるっと回って、私は繋いでいる。空であれ、陸であれ、海であれ、できることをみんながやっていく、一つずつやっていくっていうのが大事だと思っています。我々は機動力を持って、まず被災地にこうスピアヘッドの方に矢のように入っていって、こうリソースのある公的支援を呼び寄せる。官民、そして企業ですね、そういういろんなセクターの人がこの被災地で自分の得意な分野できることをやっていくという支援が非常に重要で、我々ピースインズという組織はそのハブになれる組織なんじゃないかなというふうには思っていますね。皆さんでまた元気、笑顔を置いてきてください。本当にその笑顔を置いてきてくだされば、またみんなも頑張れると思いますので、はい、よろしくお願いいたします。はい、今日も一日笑顔で頑張りましょう。頑張りましょう。